今日はですね、ちょっとまあ、幅広いんですけど、なんか日本で、こう、何かをやめることって結構ネガティブに捉えられすぎなんじゃないかなっていうのは、ずっと思ってまして。確かに結構広いテーマですね、それは。広くて広深いい、テーマですね。はい。で、まあ、ちょっとこう海外生活とか知らないんで、海外はどういうこう価値観とか判断基準なのか分かんないんですけど、まあ、日本でこう一度始めたらこうやり続けなさいみたいないうのを、結構私の世代はちっちゃい頃は結構言われてた世代なような気がするんですよね。そうですね、いまだにそうですよね、結構。まあ、いまだに。で、何か習い事をするにしよう、例えば部活に入るとか、何かやるにしても、こう、なんか諦めずに続ければ、結果は必ずついてくるみたいな、なんかそういう、こう、押し付け的な価値観が、なんかこの令和になっても、なんかいまだにちょっと、やっぱあるような感じがしてて、その辺はこう、もうちょっとこう、あんまりこう、重く捉えすぎなくてもいいんじゃないのかなっていう気がしてて、それはもう今、私自身思ってるところなんですけど、結構、やって面白くなかったりとか、合わなかったりとかって、まあ、たくさんあるじゃないですか。だから、そういう時は、まあ、別に普通にやめるべきだし、よく考えるようになったのが、その投資とかを始めてからよく考えるようになったんですけど、投資って、で、まあ、株にしろ為替にしろなんですけど、何かをこう買って、でも思うようにいかないとか、こう、損失になってしまうってなったら、必ず損切りっていうのが出てくるんですよ。損切りの話ですよね。一番重要なところだと思いますね。で、投資で必ず損切りっていうのはもう100%絶対出てくる話なんですけど、それってこう期待した方向にいかなかったら、その許容できる範囲内で撤退しないと、その損失がますますこう増えてしまうっていうことなので、そういう部分でもちょっとこう、まあ、やめるというか、一回撤退するとか、損切りするっていうことを考えたりとか、あとは経済用語なのかな、サンクコストっていう、例えば A、B どっちか選択して、例えば A の方をやって、で、A の方をやると、今度 B の方はもうやれないんですよ、当然。その自分のリソースというか力をそっちに持っていくので。でも A がうまくいかなかったんだったら、もう早めに撤退して、じゃあ B なのか、それとも C なのかっていう、こう別の方向を考えた方が、まあうまくいくっていう可能性もやっぱあるから、なんかその辺でこう、何かやってうまくいかなかった時とか、まあ自分がこう楽しめないとかっていう時は、別にサクッとやめちゃっていいんじゃないのかなっていうのが、結構私の中の感覚があるので、その辺、ジャックさん的にはどうですか？なんか普段の生活とか今までの暮らしで思うこととかありますか？まず、サンクコストはあれですよね。それまでに自分が投下してしまったリソースがもったいなくて、なかなかやめれないみたいな話ですよね。で、あと最初の話で言うと、日本だけで海外はどうなのかって話なんですけど、私も、ちょっとだけ海外を経験した人間として、海外ですね、全然すぐやめますよね。続ける必要がない。全く、ノグリンさんが今おっしゃったことと同じで、嫌だったらやめればいいじゃん。他のことやればっていうのが別に全然普通にあり得ると。で、私もね、全くその通りというか、そもそも逆に嫌なことが続けられない性格なんですよね。もうなるほね、ど、む確しかにろそうもっですとね。頑張りたいなと思うんですけど、できない。まあ、そもそも。で、まあそういう性格もあってかわかんないですけど、その自分もね、投資を始めてみて思ったのは、やっぱ損切りすごい重要だなと。なので、初心者向けの株の本も読みましたけど、初心者あるあるで、買った値段に固執してしまってなかなか手放せないっていうね。そうで例えす、ばそうで100す。円で買ってしまったら、せめて100円超えないと、もう損しちゃうから売りたくないってなってしまう。それはいけないよって書いてあって、もう意識的に、まあ、たとえ損したとしても損切りしようというのを心がけているところですね。だからまあ、実際に私のね、これまでの、
計画だとか、なんですか、これまで軌跡を振り返ってみても、割とやめてますね。あとはもう一つ性格としては、他の人と同じことをやりたくないっていうタイプなんで、あー、確かに。いち早く何かを始めたとしても、はい、うまくいかなくて、他にうまいことをやる人が出てきた。例えば山奥にとか出てきたってなると、うん、同じ方向性はなんかやりたくなくなっちゃうっていうのが、性格的にありますね。もうちょっと続けろよって気もしますけど、だから逆に言うと、その他の人も始めてうまくいったってことは、そのマーケットが広がり始めたタイミングなんだから、そこで力を入れるとちゃんとね、回収できるフェーズに行けるはずなのに、はい、気分的にやりたくなくなっちゃうっていうのが悩みの種ですね。まあ、確かに早すぎる感じはありますよね、ジャックさんは。そういうところで言うと、そう、だいたいこのアーリーアダプタータイプの人を他見てても思うんですけど、ホリエモンとかもまあそんな感じですよね。いち早くやるんだけど、周りがそれに追いついてくる頃にはそれにもう飽きちゃって次のことやりたくなっちゃうっていう、そうですね、悩みどころですね。でも日本の一般社会、まだまだ多くの人がやめずに続けることは大事、ずっと続けていれば何か花開くっていう信念を持ってますよね。まあ、特に上の世代であればあるほど。そんな感じはしますね。逆にでもその若い子はあんまそういうのなくなってきたんじゃないですかね。そうかもしれないですね。意外となんか、特に今何かしらこうインターネットを使ったりっていうことになると、その最初のハードルも低いですし、何かやるにしても比較的気軽にやって、でまあコンテンツは山ほどあるから、まあ、ちょっと飽きたらまた別のことやってみたいな、そういう環境もあるのかもしれないですね。そうですよね。だからいろんなハードルが低くなって、その例えばこの今やってる音声コンテンツもラジオなんてね、昔はちゃんとした音波に乗せないと、電波に乗せないといけなかったのが、ネット一つでできてしまう時代になったから、はい、気軽にそれこそ中高生だってできてしまうと。こういう時代になってくると、逆に続けることのリスクの方が大きくなってきますよね。ああ、なるほど。うまくいかないのに、いつまでずっとそこにリソース、ね、投下し続けるんだって話になってくるんで、変化が早い時代には、こう、パッと切り替えてね、なんか乗り換えていくことも一つ重要かなって気がします。